元町高校の生徒が被爆者の証言をもとに描く原爆の絵。先月展示されたこの2枚の絵は、被爆者林百合子さんと林さんの家族が見たあの日の光景です。おととし11月、林さんは元町高校の増田さやかさん、平山幸乃さんと爆心地からおよそ 1.6 キロにある広島市南区肘山町を訪れました。 B29 が原爆を落として、でもまだね、ずっと旋回してたの B29 だから、私たちは また爆弾落とされるかと思うんじゃない。下も燃えてる、死体がある、もう上からは何か落ちてくる、 B29 は飛んで、いつまた爆弾が落ちるかもしれないいうところをね、肘山まで逃げるんだから。林さんは9歳の時、現在の肘山町の自宅で被爆。家族4人は奇跡的に生き残りましたが、全員が原爆症に苦しみ、がんや心臓病を患いました。ここにこうみんな降りていくわけよね。降りていったら、そこからもう生きて這い上がれた人はおそらくいないと思う、うん、もうそのままもうズブズブとこうね、死んでいって、でその死体がこの川の幅いっぱいになって、お腹が太鼓のように膨らんで、もうみんなもうもちろん何も着てないよ。平山さんと増田さんに何を書いてもらうか悩む林さんが訪れたのは原爆資料館。ここに母雅子さんが描いた絵が保管されています。私とか弟が勧めて、その見た光景をね、もう本当下手でもいいし鉛筆でいいからね、原爆症で寝たっきりだった時に、もう本当伏せったままね、一生懸命描いてたのを覚えております、はい、死体の山、兵隊さんが投げ上げている。水をください、水を、水を。人間の黒焦げ、足はない、体中が腫れ、お腹が太鼓のよう。母雅子さんのまぶたの奥に焼き付いた地獄の光景。遺体の表情や燃え盛る炎の色を絵に表すことはできませんでした。私父のそばにいましたけども、含ませると、もうちっちゃい声でありがとうって言ったら、もうガクンとこう亡くなられるという光景でしたから、もう今思ってもね、もう胸がいっぱいになりますけど。貨車がひっくり返ってたんですよ。でボー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 燃えてるんですよね。米俵があって、そこから米がザー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 流れて、その下の方にはやっぱり死体もいっぱいあるんですよ。病に苦しむ母雅子さんを突き動かしたのは、原爆の悲惨さを後世に残すという使命感。原爆と戦争を憎みながら74歳で亡くなりました。平山さんは京橋川に流れる死体、増田さんは燃える貨車を描くことにしました。二人は集めた資料を見ながら構図を練りますが、なかなか先に進みません。映画の広島で川で人がどんどん沈んでいくシーンはあったんですけど、白黒だったこともあって、結構水がどういうふうに反射してたとか色があんまり分からなくて、なんかどんなふうに米俵が破れて米が出ているのかとかも分からないから、林さんに聞いてみたいと思います。想像を絶する光景をどう描けばいいのか悩み、葛藤を抱えながら原爆の絵は描かれます。なんとか描き上げた下書きの絵、
林さんに見てもらいました。これね、本当は横倒しになってたんですよ。これがバーンとこう貨車はね倒れて、その米俵も燃えてるわけ。もうはみ出て貨車から、でこれって屋根だけ燃えてるみたいに見えるじゃん。でこっち側のね道路のところにも死体がいっぱいあったりね、お腹が太鼓のように膨らんでいたって書いてあるでしょう。だからそういう感じで全部お腹が上向いてたわけよ。そこにガスが溜まってるから、人間の黒焦げだけどもう足はなかったり、はっきりかかんでもいいけど上に顔が向いてるなっていうのが分かるようにして、もっともうちょっとちっちゃい。林さんはあの日の光景を思い出しながら高校生に思いを伝えます。絵の制作にも影響した新型コロナウイルスの猛威。今年の夏にようやく完成しました。お久しぶりです。お元気ですか？元気です。背も高くなった少し、ね、およそ2年ぶりの再会。2人は高校3年生になっていました。でなんか感慨深いものがあるね。今までのあの経過とかね、書いてもらってる途中のいろいろな苦労とか知ってるじゃない。だからすごくちょっとあの感慨深いと、なんかグッときますね、うん、いくら私が話してもね、普通の炎の色じゃないんだとか言っても、じゃあどんなんか言われても私も本当説明のしようがなくてね、あれだったんだけど、よく表現されたと思うよ。平和についてもっと深く考えれるようないいきっかけになったので、すごい良かったなって思います。アニメーションだとか漫画とか映像関連の方なので、その特性を生かして原爆投下当時のことっていうのを作品を通して日本中世界中の人たちに伝えられたらなって思っています。原爆の絵を描く前まではその過去のことというか他人事にしか思ってなかったんですけど、林さんと出会って今まで考えたことがなかったような深いところまで考える機会をいただいたので、朗読とか原爆の詩を読んだりとか絵を描いたりとか自分にできることで伝えていけたらいいなと思います。母も本当にあれを見たらね、良かったと思って喜んでくれると思います。自分の幼い寝たっきりの時に鉛筆で描いた絵がこういう風になると思ってもいなかったと思うんですよね。自分が死んだ後も後世にこの絵を通じてささやかでも伝えていけることができるというのを感じてね、喜んでくれてるかなというふうに私は思いたいです。来年はもうサミットもね、この広島であるわけですから、そこに来られた人はこの資料館とかあの絵とかで、まだ被爆者もいますから、その話とか聞いて戦争してはいけない、なんでいけないかということをね、思いを巡らせて本気になって核廃絶に向けてもうやっていただきたいというのが本当に心からの願いです。